皆様お待たせいたしました。島根県企業進出ウェビナー第2部を開始させていただきます。2部では経営層の方がおそらく今一番頭を抱えていらっしゃるであろう IT 人材の獲得がテーマです。実際に島根県で人材獲得を成功された企業の皆様にお話を伺っていきます。それでは早速登壇者の紹介をさせていただきます。島根県商工労働部産業振興課産業デジタル室室長足立正明様です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。島根県情報処理センター北村勲様です。よろしくお願いします。お願いします。株式会社パソナ田久保博樹様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆様お願いいたします。ではまず皆様から自己紹介をいただきます。では足立さんからお願いします。あ、はい、皆様こんにちは。島根県産業振興課産業デジタル推進室長をしております足立と申します。簡単ですけど私のプロフィールですけれども、この10年近くですね IT 産業振興の方に携わっておりまして、まさに本日のパネラーの北村様、田久保様とはですね、こう一緒になって島根県のですね産業成長に向かってですね取り組んでまいりました。今日はですねまさにそういったですね取り組み経験の中から等身大の島根県の魅力をですねお伝えできればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。では続きまして北村さん、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。島根情報処理センター北村と申します。簡単ですけれども、まず私の自己紹介でございます。私は1967年にこの島根県出雲市で生まれて、高校までこちらの方におりました。はい、で高校卒業してですね一旦、東京の方の IT 会社に就職しまして、またですね長男ということもあって、親の反対を振り切って東京に行った関係もあって、あ、はい、一応1年という約束の中でもうちょっと長めに東京の方におりまして、こちらに帰ってきてこの会社に入社ということになります。はい、入ってからはですね観光庁さん向けのシステムとかを中心にシステムエンジニアとしてやってまして、どういう縁か分かりませんけれども、現在こういう形になっているというところです。我々の会社の方ですけれども1972年に創立しまして、昨年2020年で50年を迎えたと。島根県出雲市においては結構老舗の方かなというふうには思っています。で、私どもの、事業としましては、大きく4つありまして、1つが先ほどちょっとお話ししましたけれども観光庁さん向けのシステムの開発であったり、で最近はですねここ10年ぐらい開発ソリューションということで、Ruby を中心としたニアショアの関係のお仕事、そしてその他として最近ちょっと流行っております DX を含めた RPA サービスと、あと一つはまたこれは特殊なんですけれども、ヒューマノイドロボットを作りたいという事業も若干ですね研究開発で始めているというような感じでございます。はい、今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では続いて田久保さん、お願いいたします。はい、よろしくお願いします。パソナの田久保と申します。僕はですねもともと大阪の出身です。大学出るまでも大阪の実家におりまして、2010年に今いるパソナグループに新卒で入社をしております。で東京本社で7年ぐらいですね主にマーケティングの仕事をやってきてまして、で2017年、今から6年ぐらい前に、この島根にですね拠点を立ち上げるタイミングでその役割で移住をしてきました。はい、はい、で会社の紹介も少しですけれども、パソナグループに属している会社です。でよくですね人材会社として認知いただくこともあってですね、あとは地方創生というキーワードで数年前からは淡路島に本社機能を移すということでもいろいろ知っていただいている部分あるかなというふうに思っています。でその中の、DX テクノロジー本部ですね、 IT 関連のサービス IT に特化したサービス提供する事業部、ここが、エンジニアがですね今全国で900人ぐらいの規模、日々受託開発ですとか自社サービスを作って、事業展開しており、でその中の、島根拠点ですね、これが先ほど申しました2017年に松江の方に、拠点を出させていただいて今20人ぐらいの規模です。
で、割とですね、多くが移住者ですね。もともとこっちに地元があって U ターンしてくるメンバーもいれば、地元がこっちじゃなくて、まあ、この松江で働きたい、島で働きたいということで I ターンで移住してきたメンバーで、はい、楽しく日々仕事をしております。はい、はい、ありがとうございます。本当に皆様は島根県の IT 人材に深く関わっておられる方々ということで、これからいろいろとお話を伺っていきます。それでは早速ですが、まず現地企業でありますパソナの田久保さんにお聞きします。はい、6年前に東京から島根県に進出されたということなんですが、まずは進出の経緯についてお聞かせいただけますか。はい、経緯ですね、2017年に設立するまでのところを少し、スライドまとめておりますので、そちらをもとに、はい、ご説明できればと思います。はい、設立する1年ぐらい前にですね、同じ松江にあります、国立大学の島根大学さん、ここの、情報系学部の中で、システム創生プロジェクトといういわゆるこう人材育成のプロジェクト、これがスタートをして、そこのこうプロジェクト の最初スタートの部分、立ち上げの部分ですとか、その後の参画の部分から、パソナとして関わらせていただいております。でそのご縁をきっかけに、2017年に入ったぐらいからですね、島根県さんですとか松江市さん、自治体さんからサテライト拠点の進出の、ご支援のお話をいただき、まあ、パサンとしても、前向きにそれを検討するっていうフェーズに入ります。ただそれを、まあ、誰が、その立ち上げの役割をするのかっていうところは決まってなかったんですけれども、そこを先ほど言いました僕が東京本社で勤めてたんですけれども、やりたいですということで手を挙げて、メンバーとして決まってですね、拠点の開設が正式に決まり、9月にオープンという、そういった流れですね。はい、はい、拠点の立ち上げの経緯を伺いましたが、採用について不安などはありましたか。はい、不安がなかったというと、嘘になったら、はい、もちろんこうドキドキというか、まあ、ドキドキワクワクに近いかなというふうに思いますけれども、ただですね、まあ、拠点を出すっていうふうに決めた きっかけというか理由としても、やっぱりですね、一般的にこう都市部だと、都市部だけでこう採用しようとすると、それはそれですごくこう劣等者、人の取り合いにもなっていて、なかなか採用ができなくてですね、地方の方が逆にこう都市部と比べて効率的に採用ができるんじゃないか、そこの見通しというかですね、はい、予測が立ったっていうところがきっかけになっています。うん、で実際に2人で、まあ、ちっちゃく細々と始まった拠点もですね、はい、今20人ぐらいの規模になってっていうことで、増員うまくできたなっていうふうにも思いますし、あとはほとんど人が辞めないっていうところも一つ特徴かなというふうに思っています。はい、で特にまあ、他の地方じゃなくて、なんでこう松江なのか、なんで島根なのかっていうところで言っても、やっぱりルビーの町ですね、ルビーを開発された松本さんがいらっしゃるということで、まあ、もうすでにこうコミュニティがすごく盤石にですね、成熟しているっていうところ、そこが他の地方ではなくて、島根を選んだ理由にも、なっております。はい、ありがとうございます。お話にも出てきましたが、ここ島根県はプログラミング言語 Ruby の発祥の地でもあるんですよね。そちらについては足立さん、お聞かせいただけますか。はい、ですね、今の田久保さんがですね、はい、本当にやっぱりここには松本さんがいて、オープンソースだってコミュニティがあって、うん、それがここに立地をしたですね、動機づけだったというふうにおっしゃられたんですけれども、まさにRuby を開発されてた松本さんがここにいらっしゃって、はい、でまた松本さんにですね、こう何か求心力じゃないですけれども、引き寄せられるように、まあ、いろんなキーパーソンの方がですね、ここに集積をされました。なので島根県としては ここに着目をして、IT 産業振興の取り組みを進めてきたということと、あと特徴としては、もう一つの次のスライドをご覧いただければと思いますけれども、産学官プラスコミュニティですよね。でここがですね、一緒に連携しながら、そういう新しい特徴的な、取り組みを創発するですね、エコシステムに発展してきたということも大きいかなと。であともう一つですね、確かに最初はその小さな雪だるまは松本幸郎さんのですね、存在から生まれてきたんですけれども、ただ肝心重要なのはですね、その雪だるまを大きくしていくためには、地元の企業の皆様はやはり結集してですね、こう取り組める
られたということが大きくて、まさにルビーの取り組みは大きな目的のためにワン・フォー・オール、オール・フォー・ワン、まさにラグビーのよく言われていることですよね。こうした取り組みがあって、なので、まあ、これまでの競合から協業、協調にですね、こう変化していったこと、これは大きいかなというふうに思ってますし、ただこの背景にはですね、実はオープンソース Linux というのが結構世界的に有名なオープンソースがあるんですけれども、はい、この Linux を日本で初めて運用された方がこの島根県にいらっしゃって、島根県から発信されたと、そういったところがあるので、この島根県というのはまさにオープンソースコミュニティ活動の文化に根付かれた、だからこそ人が引きつかれるようにこの島根県に集まったと来たというふうに私はですね想像しております。で、実際にはですね、この平成20年からですね、IT 企業の数も40社から120社に増えております。このことは Ruby ブランディングによって島根県イコール IT 企業の集積地であるというですね、認知度向上が上がってきたんじゃないかというふうに思っております。なるほどですね。やっぱりRubyの発祥の県ということもね、はい、島根県はありますし、はいはい、それで IT 企業やそれにまつわるコミュニティが多く存在しているということなんですね。はい、はい、おっしゃるとおりです。はい、では北村さんに伺いますが、地場企業としていかがですか？見てきたという立場から、やはりここの十数年の間のやっぱその IT 企業または人材のその勢いっていうのは非常に年々増してるなと。それもやっぱり一番キーになったのは先ほどの Ruby ブランディングっていうのが大きいんじゃないかなというふうには感じています。今画面の方に映っておりますけど、これ島根県情報産業協会の、毎年行ってます IT 企業実態調査調べというものなんですけれども、見ていただける通り、売上高、また県内の IT 従事者数も顕著に増えていると。他地方では結構コロナ禍において非常に停滞したり減少したっていう地域もたくさんあるんですけれども、やはりこのグラフを見ていただく通り、やはり結構IT の活性化っていうのができている県ではないかなというふうに思っています。はい、実際に先ほどのデータから見ても IT 企業増えている、集まっているというのが分かりますね。では続いて田久保さんにお伺いしますが、はい、実際に進出してから22人のエンジニアを採用された経緯について教えていただけますか？はい、採用の、活動を主にお伝えできればなというふうに思っています。はい、日々新卒中途問わずですね、いろんな方と接点を持って応募してもらって、こう採用につなげるという活動をしてるんですけれども、都市部と変わらずなところでいうと、有料の、例えば人材紹介とかですね、求人媒体みたいなものを、出してるっていうのもやりつつ、この島根での採用のこう特徴みたいなところでいうとですね、島根県産主導のなんていうんですかね、プラットフォーム、人材のプラットフォームがあって。移住に興味があり、かつエンジニアの方をこう束ねてらっしゃるこうデータベース媒体プラットフォームが、そこを利用させていただいていて、そこから の応募採用が非常にこう順調にいってるっていうところが大きいかなというふうに思います。はい、具体的にはそこのこうプラットフォームの中で弊社のこう求人を出させていただいたりもそうですし、あとはですね、大きなもので言うと年にこう2回3回ぐらい東京だったり大阪だったり都市部でリアルのイベントですね、就活イベント、移住イベントみたいなものをされるんですけれども、そこにも我々出展することができてっていうので、でそこで多くの方、メディアを通じてとか、リアルでお会いしてっていうところで、応募につながって採用につながるっていうケースがあります。で何よりも驚きなのが、そこを利用するのが費用かからず無料で使えるっていうところが非常に大きくてですね、やはり先ほど言いました有料の人材紹介とか求人媒体とかってなってくると、今エンジニア1人採用するにもこう100万円とか200万円とか採用単価すごくもう高くなってるっていう、状況の中、無料でですね採用ができるっていうのは本当にこう大きなことで、社内全国各地で採用活動もしてるんですけども、島根エリアに関してはもう圧倒的にその採用単価をぐっと下げて、
できているところが一つ特徴かなというふうに、ありがたく思っております。はい、本当に22人のエンジニア人材獲得だけでも驚いていたんですが、さらにそれのほとんどが無料で獲得できているということなんですね。この県が提供しているプラットフォームのお話、先ほど出てきましたが、こちらについては足立さんにお伺いしてもよろしいですか。はい、ありがとうございます。はい、また高尾さんにですね、いいボールを上げていただきましたのでここはですね、ちょっときちんと答えしないといけないかなというふうに考えております。でただ、もともと島根県というのはやっぱり全国に先駆けてその人口減少の課題にですね、直面した県でございます。そうしたこともあってですね、ふるさと島根定住財団のですね、UI 端支援施策というのは非常に手厚くてですね、従来から企業様の求人ニーズに安定的にですね、応えてきてまいりました。こうした中で私が担当しておりますその IT ワークスアット島根についてはこちらのスライドの方をご覧いただければと思いますけれども、はい、これはまさにですね、 IT 人材に特化した人材確保のマッチング支援で、先ほど田久保さんも言われたように無料でですね、サービスを提供しているというところが特徴です。具体的には首都圏等にですね、 IT コーディネーターを配置しまして、求職者のですに対して求人情報の提供であったり、または企業訪問面談の調整、そして移住のサポートまでですね、きめ細かくですね、対応できるということと、合わせて独自の転職フェアの実施によりまして、求職者のキャリアに沿って企業さんにつなげするというコンセプト、まさにこれはここまでやってるのは多分私もちょっと調べてみたんですけれども、全国の中でも島根県だけオリジナルモデルといったことになります。なので先ほども申し上げました定住財団の取り組みなどと合わせながら、企業様の求人ニーズにしっかりですね、応えていくプラットフォームがあるということをですね、ぜひ皆さんに知っていただければ嬉しく思います。はい、ありがとうございます。ね、仕事とスキルをつなぐということで、はい、最後のミスマッチなども少なそうですね。あ、おっしゃる通りですね。そこのフォローアップもですね、はい、コーディネーターの方にしっかりしますので、はい、そこも安心できるポイントですよね。はいはいはい、ここまでは島根県と IT の親和性について皆様にお分かりいただけたのではないかと思います。ここからは県内の IT 企業の活動や IT 人材の育成についてお伺いしたいと思います。では北村さん、お願いします。はい、はい、県全体も含めて、ね、なんですけど、まあ、一応ちょっとスライドの方を見ていただくと、島根県のIT 産業の活動のやっぱ特色っていうのは、はい、一番多く、大きいのはやはり多くのコミュニティが存在するというところではないかなというふうに感じています。先ほどの Ruby ブランド、ブランディングを中心にして、やっぱり Ruby アソシエーションさんが世界規模で実施されるRuby ワールドカンファレンス、Ruby プライズをはじめ、Ruby 関連のそういったイベントに合わせたコミュニティっていうのが非常に世界規模で行われているというところは非常に大きな強みではないかなというふうに思っています。それと、この地域で言えばチームイズモオープンビジネス協議会と、IT 企業が集って、情報交換であったり日々研磨するというような活動も行っているところです。はい、で人材という切り口から言うと人材育成にも非常に民間企業さんが結構大きなお働きをしていただいているというふうに考えています。地域で言うと松江地域、出雲地域、岩見地域、要は県の西部の方なんですけども、はい、それぞれにやはり小学生の低学年から、プログラミングをしてもらう、要は IT を触ってもらって、まずは大きな母数を増やしていこうという活動を各地域でやられておりまして、その中で本当に興味を持った子が、その上、中学、高校、そして専門学校も含めて勉強されて、この地元にフィードバックしてくるというような大きな仕組みができているんじゃないかなというふうには思います。はい、でその中でちょっとすみません、このチームイズモオープンビジネス協議会について、ちょっと一つ、ご紹介をさせていただきたいと思います。チームイズモオープンビジネス協議会はですね、平成27年に、設立をしました。会員はですね、今 IT 企業
を含め、IT 企業を含む2社を含めて今23社でございまして、はい、結構最近はですね、出雲市の方には誘致でいらっしゃる企業さんが多々あります。でそれら基本的にはもう誘致でこちらに来られた企業の皆さんは全て今の入会をいただいていると。これは強制ではなくて本当に入りたいということで入っていただいております、はい。で支援機関として島根県在住さんの方にもお支援をいただいて活動をしておりますけれども、その大きな活動としましては次のスライドなんですけれども、本当に企業間でこれまで断っていた仕事をやっぱりこの地域で受けていくということが非常にできるようになったんじゃないかなということと、やはり人手不足をやはり多くの企業でつながることによって、助け合いというかですね、そういう関係もできてきてるんじゃないかなというふうには感じています。それとやはり将来に向けたやっぱ子どもたちへの育成っていうのも本当に各企業が、本当に手持ちでこう出ていくんですけれども、そういった協力体制ができているというふうに思っています、はい。ぜひ島根県へ進出お考えの企業さんがありましたら、ぜひこのチーム出雲、本当に受け皿としては皆さん優しい企業ですので、ぜひ検討いただければというふうに思います。はい、ありがとうございます。地域で、そして将来に向けて IT 人材を育成されているということなんですね。こちらに関しては足立さん、何か補足があればお願いします。ありがとうございます、はい。このチーム出雲の取り組みについてはですね、まさにこの北村会長とですね、二人三脚でこう仕掛けていったことがありますので、すごく思い入れのある取り組みなんですよね、はい。そうした意味でチーム出雲の活動がどのように広がったかというのを次のちょっとスライドの方でご覧いただければと思うんですけれども、実はこれマップ見るとですね、オープンソース Ruby というのはマセイから広がっていったんですけれども、はい、まさにチーム出雲からこう全県に広がった取り組みがありまして、これはまさに何かというとですね、チーム出雲が結束された背景には若者が活躍できる産業に成長していくんだというですね、強い意志を持ってですね、そのチーム出雲の取り組みの中心にですね、IT 人材というのをですね、掲げて取り組んでいかれたことが大きくて、でこれはこれまでの先ほど申し上げたような競合から協調協業で、さらにですね、競争モデルの実践にですね、ギアチェンジしたという特徴があります、はい。そしてこの企業連携競争によるですね、人材育成の取り組みというのは、まさに先ほど申し上げたように、この出雲を中心にしながら全県にこう広がっていったといったところです。で昨年度はですね、この全県のですね、地域 IT 人材育成にですね、IT 企業の皆様がですね、38社程度ですね、関わっていただいて、まさにこれこそは島根モデルじゃないかというふうに考えています。でさらにもう一つ、この競争モデルについてなんですけれども、はい、実はですね、この、チーム出雲の各社のですね、新しいビジネスモデルのチャレンジするですね、そういった取り組みにもつながってきておりまして、一部でこうお話をされましたイーグリット様、はい、でまさに今日北村会長様のですね、島根情報処理センター様、今後ですね、こうした出雲チームのですね、取り組みにはですね、要注目じゃないかと思ってますし、ただこの取り組みというのはですね、今日いらっしゃる田久保さんのところにも広がってまして、はい、まさに人材育成から新たなビジネスモデルをチャレンジ、地域課題をですね、タッチポイントとしてですね、こう取り組んでいらっしゃることにつながっております、はい。これについてはですね、ぜひ田久保さんの口から聞いてもらえると嬉しいかというふうに思ってますので、はい、はい、じゃあぜひ田久保さんからもお願いいたします、はいはいはい。僕たちの人材育成関連の取り組みのお話をさせていただきたいと思います、はい。地域の中でやってる取り組みですね、自社としても非常に重要視をしておりまして、こちらもちょっとスライドを、出しながらですね、まず僕たちのラボ、DX ハブ島根って、そこのミッション自体に、左側の開発、お客様からお金を頂戴する事業もちろんなんですけれども、ミッションの一つにこの右側の人材育成をする、で島根で働きたいと思う IT エンジニアを増やして、最終的にはこう下に書いている産業を盛り上げるんだっていうミッションを持って、一企業としても、やらせていただいております。で僕たちだけではもちろんできるわけではなくてですね、この次のスライドでしょうか、はい。
今日ここまでもキーワード足立さんの中でも産官学連携コミュニティの話題もそうですし、直前の北村さんの話の中でもありましたけれども、やっぱりですね、いろんなこう登場人物ですね、自治体さんとしてもそうですし、あと教育機関ですね、県内でいうと主だったところで島根大学さんとか松江高専さんがいたり、あと IT 関連のこう専門学校さんもあられたりします。で、あとは僕たち IT コミュニティですね、これも一企業だけではなくて企業のこう連合体としての IT コミュニティが、まあ、みんながそれぞれ思いを持ってですね、連携をすることで、まあ、学生さんに対して有益なこう実践型のコンテンツを提供して、企業と学生さんが出会う場、マッチングができる場が創出されて、でそれによって地域内でのこう定着、人材獲得につながるというような取り組みをやっております。はい、で僕たちからもちょっと具体的な例をですね、いくつかお出しをすると、はい、まず最初は僕たちのラボの進出の件、一番冒頭でもお話しさせていただいたそのきっかけにもなりました島根大学さんでの、これはもう1年間かけてサービス設計から実装まで授業の中でやるっていうのに、企業として関わらせていただいてたり、あとはいくつかこうハッカソンですね、実践形式のワークショップイベントなんかも松江のエリアであったり松江高専さんの中でやったりっていうのをやってます。実は2つ目の松江シティハック、この前の土日に開催をしまして、ここスライドでは5年連続とかってこの6回目を無事、はい、楽しく開催をしたところでございます。あとは一番下なんかも情報系の学生だけではなくて文系も含めて情報系じゃない学生に対して IT に興味を持ってもらうような事業なんかも、これも自治体さん主催のものでやったりっていうのもしてまして、まあ改めていろんな方々、本当にこう地域を挙げて学生さんにとっていいことって何だろうっていうのを考えながら日々やっています。で最後に一つだけ、よくですね IT コミュニティ、まあ要はいろんな IT 企業さんがいらっしゃるわけなんですけれども、そこでまあ見方によっては人をこう取り合う相手、ライバル企業として捉えられるので、はい、なんでわざわざ一緒に、そういう企画をするんだ、学生さんにとってのワークショップをするんだって言われるんですけれども、まあ、確かに見方によっては人を取り合うということでこうデメリットに感じられる部分もあると思うんですけど、決してそうではなくて、やっぱりこの地域の IT 産業のもう特徴というかですね、楽しさはもうズバリそのコミュニティの存在、横のつながりがあること、業界全体が盛り上がっていることで、それがさらには、公的機関、自治体さんに支えられている産業であることっていうことが、特徴だと思うので、まあ、みんなで、それこそワンフォアオールオープンワンだと思うんですけど、学生さんに IT 産業全体の魅力を伝えるということが最終的に地域にとって一番メリットが出せるところかなというふうに思っています。はい、はい、ありましたけれども、人材を取り合うのではなくって、それぞれが連携して育成し合う環境、この島根の環境ってやっぱり素晴らしいことですよね。ありがとうございます。ここまでたくさんお話を伺ってきましたが、そろそろお時間となりますので、最後に足立さんから、はい、これから進出をご検討される企業様に向けてメッセージをお願いできますでしょうか。はい、そうですね、やはり我々はですね、そのルビーブランディングの中でですね、開発者の松本幸雄さんがよく言われるようなハッピーハッキング、楽しく仕事をですねこの場でやってですね、いろいろと創発していきましょうということなんですけれども、まあ、この十数年間でですね、まさにこの島根県というのは IT 産業は集積をしてきております。そういった意味ではですね、開発拠点としては本当に適地じゃないかというふうに思っております。でその中で必要な人材につきましては、先ほどともご紹介しました通り IT ワークスなどでですね、皆様の、求人ニーズであったり人材確保につきまして、本当にですね全方位で全力でですね一緒に取り組んでまいりたいと思いますので、ぜひですねお任せいただければと思います。そしてもう一つなんですけれども、やはりビジネスの両輪としてですね、新しいビジネスを創造することに投資するフィールドとして、ぜひ島根県をご検討いただければと思います。企業、今県内企業につきましては、まさに協業から協業協調、そして競争の方にモデルに行っています。でまだまだこの競争モデルというのは進化過程ですので、この、競争モデルの中にですね、一緒に皆様と一緒になりながらですね、こうチャレンジしていければですね大変嬉しく思います。
最後になりましたけれども皆様がこの姉妹県に立地して本当に良かったなというふうにですね実感してもらえるように我々は一緒にデザインをしていくそういう思いでおります。ですのでぜひこの姉妹県でですね一緒にですねチャレンジしてもらえると嬉しいと思いますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。ありがとうございました。この2部では IT 人材の獲得についてさまざまなお話を伺いました。それでは2部を終了いたします。足立さん、北村さん、田久保さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。